みなさんこんにちはこれから紙芝居をご覧いただきたいと思いますみなさんは穴蔵の歌を体験してこられたかと思います足元に何かがついてきましたよねあれは何だったのでしょうかそれでは始めたいと思います 素敵なグッドタイミングの始まりであります。ここは日本科学未来館の常設展示、穴蔵の歌の出口、すなわちここでありますが、体験を終えた二人の若者がやってまいりました。ツーブロックがショウちゃん、ボブ頭はみっちゃんと申します。いやー楽しかったな。うーん、どうしたの、ショウちゃん。いやさー、 ずっとくっついてきた丸いのあれは何だったんだろうねどうやらしょうちゃんはずっとくっついてきた丸いのが何だったのかわからないようでありますまあいいじゃん今度は5回行こうあ待ってよ先を急ぐ2人でありましたがその時あれこれついてきちゃってる 展示を出たにもかかわらず、しょうちゃんの足元には丸いのがついてきているではありませんか。驚くしょうちゃんでありますが、早く早く。みっちゃんには丸いのが見えていないようであります。果たして二人の運命は。さて、未来館を出たしょうちゃんとみっちゃんでありますが、次はどこに行こうかね。するとしょうちゃんの足元にギュン。 おおきなやじるしがあっちにいけってことかなとつぜんはしりだしたしょうちゃんそのさきにはひとだかりができておりますああれはゆうめいなひとでありますゆうめいなひとだすりをしているゆうめいじんにであったふたりグッドタイミングでありますしょうちゃんたちもいっしょにいどうかね え、なんで僕の名前をしょうちゃんのぎもんをよそにゆうめいなひとといっしょにつりをすることになったふたりでありましたがぜんぜんつれないもう3じかんもねばっているのにぜんぜんつれないよするとしょうちゃんべつのばしょをゆびさしますあっちでつるのがいいと思うなしょうちゃんの言うとおりにしぶしぶばしょをかえたいっこうでありますが 大量でありますすごいめちゃくちゃ釣れるね場所を変えたことでハゼ祭りの一行グッドタイミングでありますてか待ってすごい釣れるけどさもうびしょびしょだよするとしょうちゃん再びどこかを指さしますあみんなこっちこっち再びしょうちゃんに案内される一行その先にあったのは 温泉であります温泉だグッドタイミングであります一行は温泉でぬるぬるになった体を洗い流しました温泉を出た一行今度は観覧車を楽しんでおりますがそれにしても今日はすべてがグッドタイミングだったよね一体どういういや実はさ しょうちゃんが気になっていたことを打ち明けようとするや否や先ほどの丸いのが一行の前に姿を現します。私はみー。今日のグッドタイミングは私のおかげです。え例えばあなた方があの有名人に出会ったのはみんなの SNS の投稿を分析して場所をあり出したからです。あの有名な人が僕の名前を知っていたのは あれも私たしのおかげです。余計なことしないでよ。もうしません。さらに、みは続けます。それに、はぜがたくさん釣れたのは、魚群探知機で魚がたくさんいる場所がわかったからですし、びしょびしょになったみなさんの体温が下がったので、温泉へと案内しました。へえ、てかあなた何者なのわたしは、 しょうちゃんの情報そのものです。私たちが力を合わせれば、様々なグッドタイミングを起こせます。ちょっと待って。私たちってそれではご覧ください。というやなや、お台場中にほのかな光が広がったではありませんか。あたり一面たくさんの実が光っております。私一人だけでは何もできません。 でも私たちがお互いにつながり合えば新しいグッドタイミングを起こせるのですそう皆さんの足元にもミーはいるのですいつかあなたのミーが誰かのグッドタイミングにつながるかもしれません素敵なグッドタイミングは以上となっております